はい、今日はウクライナのネオナチの下地についてお話ししたいと思います。私の知っている範囲だけですけど、まずやっぱイスラエルのユダヤ人のことですよね。ユダヤ人のは2種類あって、アシュケナージユダヤ人とスファラディのユダヤ人。スファラディっていうのはアジア系のユダヤ人で、オリジナルのユダヤ教徒のあれなんですよ。でアシュケナージユダヤ人っていうのは白人系のユダヤ人で、イスラエル人で、今はそのイスラエルの国の主要な人たちですよね。だからスファラディのアジア系のイスラエル人っていうのは、かえってね、イスラエルの外の、ヨルダンとかね、あんなところにたくさん住んでるんですよね。でアシュケナージの白人系のユダヤ人たちはもともとはウクライナにいたんですよね。で、ユダヤ教に改宗してユダヤ人になったと。でそのアシュケナージのという意味はウィキペディアで見るとドイツ語を話す民族という話なんですね。だからそのウクライナとドイツ語のナチスっていうのは関係があるわけで、それで第二次大戦の時に、ドイツのナチスの人たちを秘密裏にウクライナのオデッサから国外に逃亡させたんですよ、世界に。それをねオデッサファイルとか言うんですよ。でそれを手助けしてたのがローマカトリック教会なんですね。ローマカトリック教会がオデッサの港からナチスのメンバーを国外に逃がしていた。まあ例えばアメリカのブッシュなんかもそうですよね。ドイツ系だから。もともとナチスだし、ブッシュはなんかナチスへの支援団体だった、支援団体というかスポンサーだったんですよね。そういう意味で、ウクライナと、要するに、ナチスがオデッサから出ていくときに、逃げていくときに、やっぱりメンバーの 10% とかね、そういう人たちはオデッサに、ウクライナに留まったわけですよね。その人たちがずっとウクライナ政権の中枢に残っていたってことですよね。で、まあなんでだろうかっていうと、もっと深く意味を探せば、要するにウクライナの下に、レブの地下都市があって、その地上の窓口が、ドイツ人だったってことじゃないですか。それでお互いに、持ちつ持たれつの関係があったんで、ずっと、それを利用してるし、地下のレプたちにとっては、そんなにね、窓口の人間っていうか、一度ドイツ人を窓口にするならば、彼らをやっぱ1000年、2000年ずっと使うわけですよね。コロコロ変えたりはしないわけだから。そういう意味で、長い歴史があるっていうことです。以上、終わります。ありがとうございました。